こんにちは、ラムダです。これから節約鉄火巻きの作り方をお伝えします。鉄火巻きとは、直方体にトリミングされたマグロの赤身を主役として、周りを酢飯で覆い柱状に成形して、側面に海苔を巻いたものです。しかし、マグロは高級魚です。そのため、マグロがメインの鉄火巻きも正しく作るといい値段になってしまいます。そこで今回は極限まで節約することで、特別な日じゃなくても手軽に鉄火巻きを食べられるようになることを目指して、サスティナビリティの高い鉄火巻きを作ろうと思います。早速、メイキング形式でお見せします。まずは炊いた白米を用意して、砂糖、塩、酢を混ぜたものを、ご飯と混ぜ合わせて酢飯を作ります。正規品ではマグロを直方体に切っていきます。具の下処理はこれでおしまいです。節約するためにはできるだけ具の量を少なくしたいわけです。そこでマグロを極限まで薄く切ります。そのためにまず包丁を研いでいきます。切れ味が悪いと引っかかって薄く切ることが困難ですし、強引に切ったとしても身が潰れてしまいます。念入りにしっかり研ぎ澄ましましょう。大胆に薄く切ります。しかし一つ問題があって、あまりに薄いと透けてしまい赤身っぽい色でなくなります。そこで使えるのが着色料です。これを使えばしっかりと赤い色にすることができます。さらに色を気にしなくてもいいとなると、マグロの品種も変えることができます。ビンチョウマグロを用意しました。このサイズでも上の柵より圧倒的に安いです。その代わり身の色は赤みが少なく白っぽいです。映像では分かりにくいかもしれませんが、照明を変えてみるとこんな感じです。ビンチョウマグロを同じように薄く切ったら、赤をベースに、マグロの赤み特有のくすみを黒で表現してやって、染液を作ります。切り身に水分が入らないように塩を入れて、頭頂液もしくは口頂液にします。これにしばらく漬け込むと、本マグロのようなしっかりした赤色に染まりました。ちょっと色の調整をミスった感はありますが、語源の通りの鉄火という感じの色ということで勘弁してください。元のビンチョウマグロと比べるとしっかり染まっていることがわかります。正規品の工程に戻って形成していきます。海苔の上に酢飯を伸ばして、わさびを塗って、具を配置し、巻いたら正規品鉄火巻きの完成です。食べやすいサイズに切って、皿の上に並べたら美味しそうですね。醤油をつけて食べてみると、シンプルですがこういうのでええねんという味です。節約版も形成していきます。まず形ですが細くした方がいいです。円柱や四角柱のような柱状の立体で、半径や底面の長さを半分にして高さを2倍にすると体積はどうなるでしょうか。計算してみると細い方の体積が半分になっていることがわかると思います。このように細くすると見た目以上に体積を小さくできるのです。ちなみにこのことを知るとおしゃれなお店で細いグラスが出てきた時に気になってしまいます。細くするために海苔の大きさを制限して円周を短く設定します。酢飯を伸ばしたら、わさびを塗ります。これでもかと塗っておきましょう。刺激物で舌を刺激することで具が少ないことやマグロの品種が違うことに気づかれない可能性が高まります。具は入れずにこのまま巻いていきます。適当な大きさに切ったら、上を少し削って、薄い切り身をデプロイしていきます。ぎっちり詰まった鉄火巻きという感じで良さげですよね。お皿に乗せる際にもう一工夫することで物体を増やすことができます。一つ選んで、半分にして、こちら側にも具をデプロイします。高さが違うじゃないかと思うかもしれませんが、このように高い巻き寿司の間にセットすることでパッと見わかりません。これで節約鉄火巻きの完成です。見た目では正規品よりもこっちの方が美味しそうです。醤油をつけていただくと、え、美味しいです。そんなことあります?正直ふざけて過剰に節約したところはあったのですが、しっかりマグロの味がして美味しいです。しかも体積を削減しているのでパクパク食べられます。本気でおすすめできますね。ぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。